And when it seems I'm at the end, and I don't know what I believe. 上に上がっててもらって止めとく。上がっててもらって止めとく。止まる。皆様、お元気ですか？抜けてんのかな？今日はね、見返しのこんなの出してきたの。これでね、髪の毛巻いてみようかと思って。今でも動くかしら。ずいぶん前のよ。こうなってて、こういうの巻くやつね。電気を入れておくと温まってくれるの。ね、お印。下にこれを塗って。私はね、乾燥肌です。お肌がいつも乾燥するので、美容液のようなファンデーションは普段使いで使ってます。メイベリンのファンデーションは結構長い。これね、結構つきがいい。今日面白いこと私やってたの。シワをね、取りたいなと思って、ほうれい線とかここね、シワはどこから来るのかなって考えてたの。ここの筋肉と、それからここの筋肉3つぐらいこういう風になってるでしょ。こうしてこうやってね、こうやってこう、痛いのよ結構ね。痛いけどこう押して、でここをこうキューってこうやってゆっくり離すの。ここよって教えてあげて、ゆっくり離すのね。そしたら上がってるでしょ。ここで覚えてもらうの、皮膚にね。私じゃないのよ、この皮膚に覚えてもらうの。ただしどれぐらい持ってるかはよくわからない。今日はね、コンシーラーと違うの使うわ。セザンヌ。ポイントポイントでできるからね、消したいところを塗るときはこうコクのある感じで塗れるんだけど、ちょっとシワが目立ってくるわこれ。はい、いつもの目でいきます。うん、やっぱりこっちだ。私のシミはこっちの方が治る。ワセリン、見える？ここね、とこっち、こっちの方がなんかシワシワっぽかったでしょ。こっちとこっち。しつこいって言われる。これを生かすお化粧してみようと思うの。かわいいでしょ。すっごく気に入ってるのこれ。新京極商店街を入ったすぐのところ、市場から。そこに土日になるとここにいっぱい売ってるの。これも300円。ほら熱くなってるよ、ほらこれ。ポポカ。ああ、まだ使えるは使える、大丈夫。これね、買ってね、あんまり使わなかったんだ。そういえば使ったの、こんなに覚えてないけど。どう？ね、いい年してこんなこと。あ、このほら、こうすればいいんだ。ほら、はい、あっち、あっち、あっちだよ。そう、私ね、これ買ったんだけど、こういうのついてたの。でもこれ一回も使ってないの、これ何なのかしら。なんだろう。またね、一気に白が増えてきちゃってね、早いわよね。でも今日
今日はね、白髪のままやってみようと思うの。ちょっとどうなるかわかんないけど、あっち、あっちかあ、ダメ、ここで上げたんだもんね。ちょっと新兵器があるのよ、眉毛マスカラ。コンシーラー効果があるんですって。アッシュブラウンっていうの買ってきたの。この人みたいにならないの、でもこうなると思って買うんだけど、こうはならない。一枚で描いちゃうわね。ちょっと私ちょっと久しぶりの昔のね、ちょっと前に気に入ってやってたメイクに戻すわね。でも毎回違うのしてるけどねほら、鼻がこうあるでしょ。こうなってこっからこう伸びて、こうやって目が今ここまでだけど、こう描いてこの辺までになるじゃない。眉山の位置が変わっちゃうから、この辺かなってところ止めとかないと分かんなくなっちゃうんだよね。新兵器を、ほら、マスカラを見て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 、ほら見える、こういう感じ。テープします。ミスでつけるんだけど、私はね、またこういうことすると大変なことになるかしら。まぶたのカーテンを上げるのよ。開幕、じゃん、開いた。今のところこれがね、一番使いやすい。これでまぶたを上げている。見える、他の色。これはルブヤム。はい、アイシャドウ入れていきます。この色は意外と見た目よりも茶色っぽく出るのよ。もうこう混ぜるでしょ。ピンクの色、綺麗でしょ、ほら。おー、可愛い色。見て見て、可愛い色。ここね、上まで入れるの。メディア、真ん中ね、全体的にパーって入れるの。あ、もう綺麗な色ね、これね。やっぱりこれ相性のいい色だね、これね。で、こう茶色もちょっと強くして、動かすときはね、指が一番感覚的には分かりやすい感じかな、ね、ここハイライトね。前に戻るわ。だいたいこの辺ぐらいまで、これまで持っていって下に落とす。あんまり下じゃなくて、外の、これも、こう、ここで落とす。ついでにこれがいいよ。深呼吸して 1,2,3 で一気にいくのよ。このラインからここだから、こっからこうこうね、このまね、ここちょっと失敗したからね、取るわね、これね。しても大丈夫なんだけど、今日はね、ちょっと上に上げるラインを描いてみてるの。
入ったら眉毛を作り直すわね。わかった。眉マスカラって一番最後にやんないとダメなんだわ。固くなっちゃうから。あ、 OK よ。今日はね、暑い日なのよ。すごく金魚かわいいでしょ。これから口紅を描きますね。リップライナーよ。はい、こちら。これもね、さっき買ってきたの。今日はね、コンビニじゃないのよ。フェリシアっていうところあるでしょ。あの、いろんなお化粧品とかお薬とか売ってるとこ。大きく描こうよ。手が小さいからね。すごいコンプレックスなの私。でしたね。こっちから、ここちょっとまっすぐ、メディアのオレンジ。もっと本当のオレンジ色が欲しいんだけど、あのみかんの色のオレンジ色が欲しかったの。どうしてもそういうオレンジ色が今売ってないのよ。もし売ってると知ってたら教えてね。私昔すっごく好きなオレンジ色のリップ持ってたの。その時もね、結構探すの難しかったのよ。どう？見える？ほうれい線見せてんじゃないのよ。リップ見せてるの。ほうれい線は気にしないでね。よいしょよいしょよいしょってばあさんのこと言ってやんね。ここに塗ってどうすんのかしらね。でもなんかここに塗っとくと綺麗に見えない。あ、いいわね、やっぱり。うん、いいね。これちょっと取るわね。負けてるわよ、ほら。おふふ、私が大好きな YouTuber の人で、あ、インフルエンサーの人で、サチさんっていう方がいるんだけど、残像残像ってやってた。面白かったわ。真似しちゃった。今日何しようかっていうとね、この髪の毛をこうやってアップにしようと思ってるの。よいしょ。着やすいでしょ。白髪だらけだけどね、イヤリング見せるためにね、アップにしたのよ。ね、じゃあつけまつげつけてみるわね。もう最近ほんと目がね、見えないのよ。修正します。ちょっと下にアイライナー入れるわね。こんな感じどう？これつけるわね。ここと、できた。じゃあイヤリングつけてみるわね。できた。どうかしら。今日もご視聴ありがとうございました。また皆様にお会いするのを楽しみにしています。よろしければ高評価、チャンネル登録、
どうぞよろしくお願いいたします。じゃあね、またね。 When it seems I'm at the end and I don't know what I believe Through the cloud I see ハッピーです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからアンチエイジング、小顔作り、メイクや健康、ファッション、それから京都のおすすめ大人旅など、この動画でたくさん上げていきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。